正面からの前景バードシャーヒーモスクは、ムガル帝国の第六大君主、アウラングゼーブの命によって、ラホールに建設されたモスク。1671年から1673年にかけて建設されたドーモスクは、完成時には世界最大のモスクであった。現在は、パキスタンで2番目、世界で5番目に広いモスクである。銅モスクは、 ラホールを象徴する最も有名なランドマークであり、主要な観光地である。アウラングゼーブによる建築プランは、彼の父、シャージャハーンがデリーに建てたジャーマー・マスジドに似ているが、バード・シャーヒー・モスクの方が、はるかに大きい。ドーモスクは野外モスクとして機能している。27万6000平方フィートの中庭は,は10万人の礼拝者を、屋内には1万人の礼拝者を、 それぞれ収容可能。ミナレットは高さ60メートル。ドーモスクは最も有名なムガル様式の建造物の一つであるが、宿王国のランジートシングの統治期においては不遇を囲った。パキスタン政府は1993年、バードシャーアヒモスクを世界遺産の暫定リストに掲載した。ドーモスクはラホール城のアーラムギー・リーモンのちょうど向かい、 ハズーリーバーク庭園に隔てられたウォールドシティ内に位置する。庭園の東側がラホールにある13の門の一つ、ローシュナー・イーモンである。モスクのそばにはムハンマド・イクバール病がある。同モスクはムガル帝国の第6代君主であるアウラングゼーブによって建設された。彼は先代の君主たちとは異なり、芸術や建築のパトロンではなかった。 ドーモスクは1671年から73年にかけてフィダイカーアンコカの指導の下で建設された。ドリープシングによるモスクへの入場1799年7月7日、スケルチャキアミスルの首長ランジートシングによるシ区教徒の軍隊がラホールを支配下に置いた。町の占領の後、ランジートシングがドーモスクの中庭を軍馬用の馬小屋として 中庭を取り囲む80の小部屋を弊社と倉庫として、それぞれ使用したため、モスクの神聖性は損なわれた。ランジートシングはまた、モスクに隣接したハズーリーバーグ庭園を公的な宮殿として使用した。1880年代、壊れたミナレット第一次祝戦争前の1841年、ランジートシングの息子シェールシングは、モスクの大ミナレットを、 警報の設置場所として利用した。警報は隣接するラホール城に牢上したチャーンドカウルの支持者を砲撃するために使用された。ラホール城はこの砲撃で大きなダメージを負った。この砲撃の一つによって越権の間が破壊された。越権の間は後にイギリス領インド帝国によって再建されるものの以前の状態通りには戻らなかった。この間、 シェール・シングの軍隊に雇われていたフランス人騎兵将校ヘンリー・ドラ・ルーシュは一時的に弾薬を貯蔵するためドーモスクからラホール城へとつながるトンネルを利用した。モスクのミナレット。後方は隣接するランジート・シング病イギリス領インド帝国期の1849年、イギリスは引き続きドーモスクと隣接するラホール城を軍の駐屯地として使用した。 巨大な中庭の三方を取り囲む壁の中に設置された80の小部屋は本来は学習部屋でありランジートシングが統治する宿王国の軍が兵舎や倉庫として使用された。イギリスは反イギリス活動に使用されることを防ぐために小部屋を破壊してオープンアーケードの様式に建て替えた。中庭東側の壁面の様子モスクが イギリス軍の駐屯地として使用されていることに対するムスリムの憤りが高まったことにより、イギリスは礼拝施設としての最高と監督のため、バードシャー,ーヒーモスク管理組合を1852年に立ち上げた。それ以降、同管理組合の管理のもと、同モスクの改修が全時実施された。1939年以降は、パンジャーブの主張士官でダルハヤートカーンが基金を立ち上げ、 大規模な修繕が実施された。改修は、建築家ナーブゼンヤール・バハードルの監督のもとで行われた。改修は1960年まで続き、総費用は480万ルピーであった。1974年2月22日、イスラム協力機構の第2回サミットの式典において、イスラム教徒であるイスラム諸国39カ国の 首脳が、ドーモスクでの金曜日の集団礼拝に参加した。参加した、主な首脳は、パキスタンのズルフィカール・アリー・ブット首相、サウジアラビアのファイサル国王、リビアのムアンマル・アル・カッザーフィー大佐、パレスチナ解放機構のヤーセル・アラファート議長、クウェートのサバー・ハ参政セ首長らであった。この時の集団礼拝は、ドーモスクのハティブを務めていたマウラーナーである、アブドゥル・カーディル・アザドであった。 1939年から1960年にかけて、ドーモスクは建設当初の状態に戻すための改修が行われた。1993年、パキスタン政府はドーモスクを世界遺産の暫定リストに掲載した。2000年、大理石をはめ込んだ種類排出が改修された。2008年には、モスクの中庭の赤色砂岩のタイルの交換作業が始まった。 特に赤色砂岩はもともと使用されていたインドのジャイプル近郊から修復のために輸入された。植物の柄をあしらったモスク内部の壁面道モスクの建築プランはアウラングゼーブの父、シャージャハーンがデリーに建てたジャーマー・マスジドに類似している。道モスクは通常のモスクと野外モスクの双方の機能を兼ね備えている。道モスクの東側は入場階段になっており、 砂岩でできたアーチ型天井のある入り口を抜けることになる。中庭は27万6千平方フィートで一つの通路で囲まれている。ドーモスクの四隅には赤色砂岩でできた八角形で三階建てのミナレットが存在する。このミナレットにはオープンで大理石に覆われた天外がある。中庭は四本の小さなミナレットによって形作られている。礼拝室は 中央のアーチ状の壁岩と、各サイドに5つのアーチがあり、このアーチは中央の壁岩のおよそ3分の1の大きさである。最大のドームは中央のアーチに隠れており、両脇には2つの球根状の大理石のドームがある。その上ドーモスク、左右対称で、バランスの取れた明快性と金星を称えている。ミナレットは60メートルで、外周は67フィート、 内周は8.5フィートである。ドーモスクは、競り上がったプラットホーム上に建てられており、段差が22段ある。入り口ゲートの上部の部屋は一般には公開されていないが、預言者ムハンマドとその娘ムコで、いとこのアリーの聖遺物と信じられている彼らの髪の毛がある。主礼拝室はアーチによって7つに分けられている。礼拝室中央の上部には3つのドームがある。 一つがメインで残る二つがサブであるが、これはムガル様式に共通した特徴である。中庭はブラウンストーンの石板で構成されている。ドーモスクの内装は貴重な石を使い花柄デザインで装飾されている。主礼拝室の各サイドにある三つの礼拝室は教育目的で使用されている部屋である。ドーモスクは屋内に1万人。 中庭に十万人の礼拝者を収容することが可能である。この中庭は世界中のどのモスクのものよりも広い。ありがとうございます。